にあのお一人ずつ、はい、あのお怪我のこととかいろいろ伺って最後に皆さんでちょっとディスカッションができればなと思ってるんですけども、最初に福田朝日さんからお願いします。はいはい、されてんのかなっていうのが僕は先に心配になっちゃうんで、僕はそこで息切れしてしまったタイプだったので、もちろんそういった中で才能がそこで積まれてしまうのもったいないなと思いますので、今技術的なこのフォローっていうよりもですね、そういうアスリートの心の部分のフォローっていうのが特にやってるかなと。だから必要だってなった時、もしくは痛みがあるっていう時に、うん、そうすると具体的にはどうされてたんですか？自分でなんか一生懸命ほぐしたりとか。基本的には我慢これやってしまうと終わっちゃう、今日の会が終わってしまうのでいませんけど、まず我慢っていうと確かに無理しないです。追い込みが足りないですこのレベルから言われると多分そうかなと思います。小田さんによると 100% で練習したことないっていうんで、ないです。本当にその苦労話とかそこまでやっぱやられるんですかっていうような苦労とか痛みとかそういう話もないですね。でも中田さんじゃ俺と違えなって思ってで高校時代朝何時から走らされたって、ね、6時です、ね、朝6時ですよ、はい、で勝手に朝日さん突き指したら練習どうするんじゃんって休みましたこれ本当の話です。突き指でももう途端にその競技へのこう熱が冷めて、突き指してるのになんでやんなきゃいけないのかなと思って普通に休みます。休むというかですね、あもうやこの練習やめていいですかって言いましたね。究極それですよね。突き指したら休ませれば怪我は生まれないということで、僕らの会としては怪我を防げるということになります。もちろんそうです。だからここってすごくなんか非常に難しい線引きですよね。そうですね、確かに。さっき言ったその痛みを我慢しながらやってる一方で、どっかで根っこの自分の個人的な考えとしては、これ以上やったらもしかするとこうリミッターが機能してるっていう見方もできるのかなっていうところはあります。ただこれっていうのがまた成績というかですね、競技力にどうつながっていくのかっていうとまた違う話になってきますので、このあたりはですね、チームですね。体も私も現役でやってた時に、膝とかって言っても他になんか体をちゃんとしっかり使えてないから膝に負担が来るとか腰に負担が来るとか、いろいろそのバランスの感覚があるので、なので皆さんが見てた時にバランスが悪いなと思った選手に、膝とかそういう腰に気をつけてではなくて、この体の上半身のブレとかをズレとかを気にしなさいよっていうアドバイスはした方が、確かにそうですね、はい、私はなんかスピードスケールでまず復帰した人がいなかったので、ヘルニアの術後で、はい、なので私が第1号でいいかなと思って、その第1号になるっていうのがある意味モチベーションでした。そうですね、必ず復帰するということは2000年、だいぶ違うんじゃないですか、我々仕事です。今といやいや、まあでもその手術してその後自分が痛い一号になるっていうマインドはちょっとやっぱり普通じゃないなと思いますけど、やっぱりね。いや怖くなかったですか、復帰の最初の時。あ、大丈夫です、はい、怖くはないです。これが強いんだよな。痩せる。はい、そうなんですよ。ましたけど、その波やっぱ
腰に負担はかかるんですけど、周りの筋肉をしっかりと固めていくっていうことをリハビリでやってましたので、なので腰は曲がって、やっぱり負担は絶対かかるんですけど、いろんな違う部分で補助というか、助けてくるっていうことです。僕ね、岡崎さんと一緒だなと思いましたよ。足りないものを補えばいいんですよ。そうそうそう。他のせいで補ってるんですよ。自分で補ってる。同じ意味だ。いい話になりましたけど、全然違いますからね。ちょっと違う。びっくりした。今までお話を伺って、とってもポジティブな印象を受けるんですね。まず第一号になろうとか。でもそれでもリハビリをしていて、逃げそうになることとかなったことってありますか？サポートという面で岡崎さんが復帰されるときに、日本もこれからこう女性のアスリートが復帰するって多くなってくると思うんですね。でこんなようなサポートのシステムがあったらいいなって思ったことってありますか？じゃあやはりまあ、最初はやっぱり言うことによってそれが監督とかに伝わるので、で伝わったところで今度じゃ使ってもらえないってこともになるので、なるべくこう言わないようにっていうのはしてましたね。それこう駆け引きするしてましたかそうですね、この人に言うと直接ダイレクトで言っちゃうから、こっちにこうケアしてもらいながらこううまくやろうとかっていうのは、なんかもう本当にその3人いる中の信頼関係というか、作れてる人にはやっぱり率直にこう言うし、そうでない人がこうちょっと来た時には、まあ、別に仲悪いとかじゃないんですけども、やっぱそういう中ではちょっといや大丈夫みたいな感じで、まあ我慢するというかね、隠す。今までに人生で5回手術受けてて、はい、そんなにってさっき朝日さんが1回受けてないよ羨ましかったですもんねいや100で捨てないんで、そんなんですよ、はい、悪かったんだよ5回、5回すごいですね、はい、まあ、やっぱサッカー接触もありますし、まあ、最初になかなか走れないし動けないじゃないですか、はい、そういう中でやっぱどん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 焦って、だから、まあ、ドクターからは止められるんですけども、やっぱもっとできるだろうっていう、走れるだろうとかって思って、それがオーバーワークになって再発につながりますし、その辺も嫌だったので、もう割り切って、まあ、チームにもちゃんと交渉して、なのでそこのこう葛藤ですよね、まあ、もうそこはもう理学療法士と戦ってましたけど、まあ、でもそこでストップかけられたのが僕は良かったなと思うんですけど、やっぱ自分の体をそんなに分かってないので、やっぱ僕らってサッカー選手って結構任せっきりな部分もあると思うので、ドクターやトレーナーにだからそこは、まあ、止めてもらってよかったなと思いましたね。似てるのであれですね、2人は本当にある意味大きな手術されてからですね、カムバックのねプロセス結構大事ですよね、これは、うん、弾力の部分とサポートスタッフのアプローチといろいろ結構複雑に絡み合ってるな、共通しても100でやらないぐらい違うんですよ、これも違うんですよ、これも違う